でも本当に武田さんのチャンネルの方でさっき言ったんですけど、妨害機やったら殺されてるなっていうのを、肌で初めて感じましたね。なんかルキアの殺傷能力っていうのはやっぱ格闘家って向かい合うとなんとなく分かるじゃん。危ないなとか、そうですね、部活に入れないなっていう空気感みたいなありますね。久々にそれを感じた。大体の選手は入っていけるんだけど、これ以上いったらやばいなっていう感覚を、試合はまあスネアテとかグローブちっちゃいからあれだけど、はい、練習とかで唯一感じるのが、あそこにおられる浦部小山っていうアロンゾの会長なんですけど、はいはい、この人は本当に殺されるって思う、殴られたり蹴られたりする前なんだけど、この人入れないなって思う。は階級は階級小山君って今62位でよかったよかった1階級なんで、はい、その危なかった。そのままの階級でお願いします。声が上げないですか、もう。あ、そのままでお願いします。